はい、こんにちは、くんです。ということで、今回はね、僕が、ちょっと昔プロゲーマーをしていたんですけど、その時にゲーム、バトルフィールド4というゲームでプレイをしていて、その時の話を、その時のゲーム、どんなゲームだったかの話をしてほしいっていうんで、今回は、バトルフィールドシリーズがなんで終わったかについて話していきたいと思います。今回はですね、バトルフィールドシリーズっていうシリーズがあって、まあ、そもそも、それどういうものなのかっていうのを説明していくと、まあ基本的にバトルフィールドのシリーズ、バトルフィールドシリーズで僕がプロになったのは4でなんですけど、基本的に一番盛り上がったのは、まあ3がきっかけかな？多分、まあ僕のなんとなくのこうイメージというか、ここは体感の話になるんですけど、盛り上がるきっかけになったのは3のゲームからですね。で、僕はちなみにそれをきっかけに、ゲーミング PC を買ったので、まあ、そのバトルフィールド3とゲームがなければ僕はこういう仕事をしてないので、そういう意味では、もう、なんだろう、俺の人生を変えたゲームとも言ってもいいかなって思うぐらいのゲームです。まあ、かといって、今、そのゲームシリーズがすごいいいものかというと、まあ、そうではないっていう、ま、悲しい状態になってるんですけど、まあ、ちょっとその辺についてね、話していきましょう。バトルフィールドシリーズなんですけど、3の前にもあって、3って言ってるだけあって、その前のシリーズがあるんですよ。まず、バトルフィールドバッドカンパニーっていう、その、まあ、バトルフィールドのなんかまあ、アッシュというか、まあ、ちょっと、シリーズの別作品みたいなのもあってさ。で、他にもこう、バトルフィールド1942とか、まあ、なんか、ちゃんと1、2、3、4って進んでるわけじゃないんですよ。実は、バトルフィールドって、シリーズって。うん。なんで、まあ、ちょっと、順番的には、3、4、H、1、5、2042っていう順番に続いていくんですけど、いくんで、ちょっと、意味わかんないところあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと順立てて説明していきますね。まず、バトルフィールド1942っていうシリーズがあって、そのゲームはどういうゲームかっていうと、大人数で対戦するタイプのゲームだったんですよ。たくさんの多人数対戦ゲームみたいな感じのゲームで、まあ、具体的には64人とか32人とかでやれる、まあ、PC、割と昔ながらの PC のゲームみたいな感じの側面が、まあ、昔はあって、ただ、そのゲームの扱いが一気に変わったのが、まあ、パブリッシャーって言って、まあ、ゲームを売ってるのが、EA、エレクトリックアーツっていう会社なんですけど、そこが売ってるんですけど、8年の段階とかだと、バッドカンパニーっていうバトルフィールドのそのシリーズ作品が、その、これ当時の株のその IR っていうんですけど、その EA の株主に対する、まあこういう感じで事業してますよって説明する会議というか、なんで今年のは、こういう理由で、まあ、ダメでしたとか良かったですって発表する、その資料があるんですけど、その当時の資料を僕読んできました。読んできたんですけど、その資料によると、まあ、どうやら、EA の中では、バトルフィールドシリーズが、まあ、結構、助けてたみたいで、その当時の EA をね、2008年ぐらいは、もうすごい、こう、救われたタイトルだったみたいな。まあ、開発してるのが DICE っていうんですけど、DICE って会社が、まあ、EA をだいぶ救った節がある、まあ、すごいいいソフトだったんですよ。いいシリーズだったんですね。EA にとっては。株主にとっても、ユーザーにとってもいいシリーズで、とてもこう、まあ、力を入れるべきタイトル。今で言う、まあ、Apex みたいな感じの存在だったんですよ。で、それが、まあ、どうなったかというと、バトルフィールド3の段階はまだ良かったんですよ。64人対戦にして、で、まあ、最初バグがめちゃくちゃ多かったんですけど、なんとかリリースして、まあ、コールオブデューティーと、まあ、並ぶようなタイトルを目指そうとしたのかな。うん。でも、まあ、実際売り上げはどうだったかっていうと、これも調べてきたんですが、バトルフィールド3は、1700万本。で、当時のコールオブデューティーは、まあ、ブラックオプス2とかだと2200万本だから、まあ、届いてはないんだけど、まあ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 、その悪くないぐらいは売り上げてたのよ。ちなみに COD シリーズとは売り上げで全然負けてますね。あの、Call of Duty シリーズは一番伸びてるのだと、ブラックオプス2がやっぱ、すごくて、ブラックオプス3か。あ、2が31万、3100万本。3が3000万本。
モダンウォーフェアが、3000万本みたいな感じで、まあ、でもバトルフィールドシリーズは先に言っとくと、3が1700万本、4が1400万本、1が一番多くて2500万本で、バトルフィールド5が、7300万本っていうような、730万本。もう5ちょっと終わったんですよね。かなり売り上げ終わってて、まあ、これも後から解説するんですけど、僕のやってたシリーズの次の次ですかねのシリーズは売り上げがかなり死んでました。で、まあ3ですごく良かった点、ユーザー目線として良かった点は、まあバグは多少あったものの、やっぱ新鮮だったんですね。やっぱ64人で対戦するっていうのが新鮮で、3、4ともに同じような感じで新鮮で、まあ3の方がただ、まあその歩兵戦が楽しかったんですよね。普通に兵器とか乗らなくても楽しかったっていうのが3です。なんでこう、僕は3が結構一番もしかしたら好きかもしれないんですけど、自分がプロになったゲームよりね、その1個前のゲームの方が好きっていう、なんかちょっと変な感じなんですけど、歩兵戦も楽しめるし、まあそのなんだろう、まあ、結構新鮮というか、新しいゲームスタイルみたいな感じで新鮮だし、当時としてはグラフィックもすごくて、まあ、今プレイしても別になんかそんなこうなんかグラが悪いな、昔のゲームだなみたいな感じないぐらいの、まあ、グラフィックのクオリティでなかなかいい作品だったんですよね。そういう意味ではバトルフィールドシリーズ3に関して、で、まあ、バグは多いもの、さっきも言ったようにバグは多いものので、4になって、まあ、3の、まあ、よく言えばブラッシュアップなんですけど、まあ、3より4の方が売れてないんですよね。4はもっとバグが多かったですね、3よりも。体感だけどもっとバグが多かったのと、あと、まあ、なんかマップがちょっと荒さが目立ってきたような気がしましたね、4に関しては。なんかマップがあんまり3の方が良かったなみたいな風な感覚があって、っていうのもなんか64人で戦うには広すぎるなみたいな、なんかこの頃から EA が勘違いし始めてる気がしていて、こう64人でこう広い戦場でなんかこう戦争みたいにして協力し合って戦うみたいな、分隊で協力し合って戦おうみたいな感じを、なんかいいものというか、それを求めてるって思ってそうな感じがする。なんかねちょっと勘違いし始めた頃なんですよね、これが、この頃が。で、まあ3よりは売り上げが落ちちゃって、で多分ね、俺3と4で4をブラッシュアップし続ける方が多分良かったと思うんですよ。ここら辺から EA ダイスの間違いが始まってて、次の作品出したんですよね。で次は当たって BF1 なんですけど、次は当たったんですよ。バトルフィール第一次世界大戦をベースにするゲーム、まあ FPS だったんですけど、まあ、次は当たって、ある程度当たって、でまあそれはまあこういろんな理由はあったと思うんだけど、まあ個人的にはね、あそうだすいません、バトルフィールド H っていうシリーズがあって、それはダイス的に、多分 EA 的に、ダイスが作ったゲームじゃないですけど、 EA っていうその会社の思惑的には、まあ多分だけど e スポーツを意識して作ったと思うんだよね。てか明らかに意識してたけど、なんかそれを無理やり64人対戦できるようにしてしまったり、またこうバグとかがめちゃくちゃ多い状況で出したせいで、肝心の e スポーツモードがもうバグまみれで録音できたもんじゃないみたいな感じだったり、やっぱりこうなんかカウンターストライクみたいなガチガチの e スポーツのゲーム、まあ、今でいうバロラントの、まあ、バロラントのパクリ元、パクリって言ったら怒る人いるかもしれないですけど、まあ、明らかにカウンターストライクのパクリなんですよ。まあ別にだからといって悪いゲームって言ってるわけじゃなくて、まあ別にね、そんなパクリパクられなんて全然あるんで、バトルエイドも COD のパクリだしね、一部は。で、まあもうちょっとカウンターストライクのし、あそのを真似てバロラントみたいな感じで作っとけばよかったんだけど、オリジナルでゲームルール作った割には、まあ、それが雑で、なんでこんな雑なゲーム、雑、さっきから雑々言ったりバグがどうしたとか言ってるけど、なんでこうなるかっていうと、これ EA の問題点なんですけど、やっぱり株価上げたいから早く作って早く出してってやりたいんですよ。結局その時間をかけたくないんですね。時間かけてこういいものを作ろうってよりは、とりあえず出してみてっていう風な感じで、もう開発時間もめちゃくちゃ短くしてみたいな風な開発スタイルにしてるせいで、とにかくバグまみれだし、未完成の状態でリリースをし続けまくったせいで、まあそれはどんどん客も離れていっちゃって、で
まあ、結局 COD に追いつくことはできなかった。多分未来英語できないと思うんですけど、 COD に追いつくことって、 COD シリーズってまだ一応ね、出続けてるし、まあ一応、まあ順風満帆ではないけど、まあ一応日本では流行ってないにしても COD のバトロワみたいなのって一応やられてるし、スマホ版でも一応出てはいるんで、まあ BF と比べれば COD の方は結局まあ勝ったのかなっていう、そういう意味では、まあ、商業的にも勝ったなって感じがするよね。その、まあ、COD って開発スタジオが3つあってそこでぐるぐる回してるっていうスタイルで昔からやってたんだけど、今どうだったっけな、今ちょっとごめんなさい、 COD のそこら辺あんま調べてきてないんですけど、まあちょっと EA は無理させすぎたんですよね、その開発に対して。開発に無理をかけすぎたせいでバグまみれの作品が出るっていうのを連打し続けてたんですよ。でバトルビルド4ぐらいまではみんなそれに飽き飽きしたりうんざりしたりしてなかったんですけど、まあ、だんだんうんざりしてきて、まあ、特に4とかひどかったですからね。まあ、どうひどかったかっていうと、弾銃弾撃つじゃないですか。ああいうのダメージが決まってるのが普通だと思うんですよ。でも、バトルビルド4初期の頃、計算したんですけど、実際これみんなで、その、一緒にいたチームの人と一緒にやってみたんですけど、10発に1発が、ダメージが、10倍ぐらいになるんですよ。意味わかんないですけど、バグって10発に1発ぐらいの割合でまとめて弾が飛んでくるんですよね。いやもう本当に意味わかんないんですけど、そうなんですよ。それが事実で、そういうバグみたいな、もうありえんような、信じられんようなバグとかがたくさんあったんですよね。なんかもうそんなことやってたらそれはゲーム終わるわなって感じなんですけど、案の定まあどんどん死んでいって、で昔はこうダイスは EA を救うようなメーカーだったんですよ。いや今月の決算はダイスのバトルフィールドのバッドカンパニーが売れたから大丈夫でしたみたいに2008年の頃は言ったんですけど、去年とかの去年のね、2022年のダイス EA の発表だと、すいませんダイスが無理でしたみたいな感じのバトルフィールドのせいで業績が悪かったですっていうのがもうここ何年か連続それで、もうそれが続いてるんですよ。で、なんか EA のもうメインの柱もこう APEX レジェンドに移りつつあって、あの APEX レ、あの EA のさ株主に対する説明の資料もすげえ、あの APEX のキャラめっちゃ出てくるのよ。なんかジブラルタルが子供抱っこしてる画像とか出てきたりやらこう、あと EA って結構ポリコレをね意識するから、いや EA はポリコレにもポリコレ配慮してて、アジア人の割合が何割で、なんかこう有色人種の割合がこれぐらいで、メキシコ人の、スペイン系の割合がこれくらいですみたいな、ことをこう言うときに、なんかなぜかライフラインが横に乗ってるみたいなもう APEX ってすごいポリコレ要素がめちゃくちゃ強いじゃないですか。その白人金髪のなんかお姉ちゃんとか出てこないじゃん、そんなに。あれはちゃんと配慮されてあって、ポリコレっていうこのものにポリコレ配慮のせいで結局、まあ、キャラクターも、まあ、そういうキャラクター、有色人種とか、まあ、アジアンとかが多いっていう風になってるんですよね。まあ、そのポリコレがどうだかんだうんぬんかんぬんってのは一旦置いといて、まあ、つまりそういう感じになって使いやすいですよね。多分ダイスもダイスの EA も使いやすくて、で使いやすいっていうのもあるし、まあ、実際売れてる今のメインはもう APEX とか、あとダイスは今ね、本当は EA はバトルフィールド の, あのモバイル版を作ってたんですけど諦めたんですよ、モバイル版作るの。まあ、これでまあ一つ終わったなって感じなんですけど、モバイル版作るのも諦めたし、あとダイスも今やらせてることはスターウォーズシリーズの作品を作らせてるらしくて、EA って昔からスターウォーズシリーズの多分版権持ってて、スターウォーズのゲームだったらまあ EA が作ってるんですよ。でスターウォーズって版権ものなんで、まあまあ売れるんですよね。日本では人気はもう全然ないんですけど、結構向こうでは まずまあ売れてもないんですけど、まあまあ売れてて、それで持ちこたえてるみたいな、まあ、だから多分まあビューシリーズは無茶な開発をさせまくったせいで、まあ、潰れるという風なのが、結論ですね。なんで衰退したかっていうと、まあ、無茶な開発をさせて、まあ、無茶な、なんだろう、リリースのさせ方をしてるんで、まあ、APEX も多分、APEX はなんかこう、開発にさ、
結構、まあ、ちょっとずつアップデートしていくタイプのゲームだから、まあ、あんまりそういうことはないんだろうけど、 BF2042 も多分そういうゲームにしていきたいっておそらく思ってるので、シリーズなんとかってやったりして真似してるし、そのフォートナイトとかで成功したさ、シリーズなんとかとか、なんかそういう風にしてこうアップデートして、こう長いゲームにしていくみたいなのが今のゲームの主流だから、まあ、それに変えることで真似していこうとしてるんだけど、まあ、多分そういうことじゃないような気がするんだよね。そもそももう64人対戦のゲームがもう一回花開くかっていうと結構難しいなって思ってて、まあもう真新しさじゃ無理なんだよね。結局その開発力というか、そのゲームの実際の出来がめちゃくちゃ大事になってきてる気がしてて、特にバロラントってあれって昔からあったんですよ、あのゲーム、あの手のゲームって。まあ古くはカウンターストライクシリーズもパクリ元もそうだし、サドンアタックとかアバとかもう結局あれ同じなんですよね。内容的にはほぼ変わんないですよ、ゲームシステム的には。まあ5対5で片方で、片方が爆破で、まあ、片方というか片方が爆破する側で、片方が、うん、まあなんかそれを解除する側みたいに分かれて戦うみたいな。もちろん細かいなんかこう なんだろうレジェンドだっけ、レジェンドはエイペックスか、 なんだっけあのキャラクター扱うキャラクターのこと、バロラント全然あんま俺やり込んでないから全然分かんないんだけど、そのバロラントのこうキャラをピックしてみたいな、ああいう要素は CSGO にはないんだけど、ただうーん、まあなんというか使い古されてるのね、だいぶ使い古されてるけど、ゲーム自体の出来が良かったからこううまくいってるみたいな、開発力もあって実際の内容が面白いみたいな、だからうまくいったのかなっていう風な気がするよね。結局もうアイディア一発勝負とかキャラものとかじゃ限界があるのかなみたいな、キャラクターだけみたいなのじゃやっぱ限界なのかなっていう。いやなんかこう俺オーバーウォッチちょっと話外れるんだけど、オーバーウォッチが出るときにこれなんか思ったのが、いや日本がやれること終わったなってちょっと思ってて、日本ってキャラもの得意じゃん。オーバーウォッチってめっちゃキャラものじゃないですか。キャラクターのこうかっこよさとかそのに焦点を当てた FPS ってなかったんですよ、あんまり。でそれが出てきだしたのがめちゃくちゃ、うわ日本がやればよかったのになっていう。日本はその頃なんかスマホゲーとかのガチャポンゲー作っちゃってるから結局それはできなかったんだけど、うわ日本がこう取れるなんか日本ゲーム大国、日本が行ける場所だったのに、あまたこうやって失ったのかみたいなまた負けたかみたいな感じの気持ちになってちょっと悲しくなったんですけど、まあそれはちょっと一旦別の話ということで置いといて、なんかやっぱ開発には時間をかけてやらないともう騙せないと思うんだよね。このアイディア一発の荒野行動とかもさ、完全なパクリみたいな感じでとりあえずスマホでできるようにしましたみたいな、まあ、ああいうのが流行る時代も多分もう無理なのかな。ユーザーのこう目が超えてきちゃってて、一発ネタじゃもう難しい状況になってきてるのかもっていう気がしますね。ちょっとなんか昔だったらまだ一発ネタでこう、まあ、バトルエイト3とか4の頃は物珍しさでいけたけど、グラフィックが綺麗ですよとか、まあそんなんも当たり前だからね。結局グラフィックが綺麗なんて、グラフィック綺麗、まあ、じゃなくても別になんか結局グラフィックって頭打ちあると思ってて、まあ このゲームのグラフィックでももう十分っちゃ十分かもしんないしね。まあ別にまあゲームする分には別にいいかなみたいな、このぐらいのグラでいいかなって気もするから、なんかちょっとそういうグラフィックだけとかは厳しくなってきたせいで EA は悲しいことになってると。バトルフィールドシリーズ、 EA というかバトルフィールドシリーズだね、バトルフィールドシリーズは悲しいことになってて、今はそのなんかもう Apex とかがもうメインになっちゃってて、多分これからも多分上がることはないんじゃないかな。だから DICE って今後スターウォーズ関連のものを作る会社になっていくのかなって気がするよね。もう BF シリーズは多分もう終わりになっていっちゃって、まあ普通に考えればね。でもしかしたらああいう64人対戦のゲームとかを、まあ、どっかの会社が、まあ、手間暇かけて作っていいものがもしかしたらできるのかもっていう気はするけど、それは EA じゃない気がする。 EA の DICE じゃない気がするね。あの EA の DICE っていう時点でもう開発に時間をかけずにやるから。でなんか BF2042 が失敗した理由もなんか、いやそりゃそうだろって感じだけど、
開発に2年しかかけなかったせいで失敗しちゃいましたって言ってて、はあみたいなあのそりゃそうだろっていう、なんで失敗でしたって言って謝ってて、その株主のね総会みたいなの でなんで失敗したかっていうと2年しかかけなかったっていうのと、リモートワーク、コロナのリモートワークで大変だったからダメでしたっていういやいやいや、あまあそれそあのさっていう、それもう何回もあったじゃんそれっていう、だってまあね、時間かけずにとりあえずリリースして失敗ってそりゃそうなるだろうって感じなんだけど、まあ家の企業の体質的にそういう体質だから多分もううーんって思って、僕最近株買ったりし始めたんですよ。まあ遊びなんですけど、遊びで株買い始めてなんですけど、家の株は買いませんでしたあのお世話になった僕の人生を変えたメーカーで、俺実はね子供の頃、中学生ぐらいの頃、そういう洋芸とか好きで、俺 EA 好きだったのよ。 EA 好きで、 EA の小学校6年生の頃にやったメダルオブオーナーっていう、なんか EA のバトルフィールドのちょっと前に流行った FPS があって、シリーズがあって、それのゲームの、一番第一作が中1の頃にそれやって、こんな面白いゲーム作れるんだと思って、 FPS ってまあシングルしかなかったんだけど、その頃はあこんな面白いゲームがあるんだと思って、もうすごい感動したのよ。で俺絶対大人になったらそういうゲーム作る仕事したいなと思って、だから EA っていう会社入りたいなって思ったのよ俺実は。でも悲しいよね悲しいよね、マジで。まあゲーマーとしてはクソだなって思うことをやってるような状態だし、会社だし、まあなんか普通にないなみたいな感じっすよね。はあはあって感じ、はあって感じっすね。なんかで結局僕どこの株買ったかというと、ゲーム関連株、ロックスターゲームズ、あのグランドセフトオートを開発している会社の、そのロックスターの下にある、あロックスターの上だごめんなさい、ロックスターの上にあるあの会社の株買いました参加税と何の株買おうか選手権みたいなのやって、それで、あそれ確かにいいなと思って、グランドセフトオートバイスシティっていうのも俺も高校の頃やってたし、俺好きなメーカーだから、好きなゲームだったから、まあ、その後 GTA シリーズは全然してないんだけど、その時はすごい楽しいなと思ってやってたから、まあ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 ということで、もう EA は悲しいですね。APEX も俺最終的には落ちるんだろうなと思ってるけどね、この感じのやっぱこの EA の企業体質的にはこれを改善しない限り、まあでも一応 DICE に作らせてるスターウォーズシリーズはなんかこう本当は発売が2022年中だったのかな、だったけど2023初頭とかだったのかな、けどまあもう開発をちゃんとさせるためにめっちゃ時間かけさせてますみたいな感じで、ちょっと遅らせますみたいなこと言ってるんだけど、果たして本当にそうかなって、めちゃくちゃ不信感しかないですね。あのゲームをあの状態で出してるようなメーカーなんで、正直メーカーとしての信頼度はまあないですね。残念だけど信頼度はないです。まあなんで ただまあ頑張ってほしい。もともと俺が好きでなんかこういう会社で働けたらいいなとか思ったような会社だから、まあ、頑張ってほしいなとは思うんですけど、ねっていうような感じです。 EA と DICE のが落ちていった理由でした。まあ、今回はちょっとゲームの内容っていうよりはどう死んでいったかとか、どうなったかとか、これからどうなるかって話メインだったね。今度はまあゲームの内容の話したいね。悲しいお話だったんで、まあまあ、PF シリーズは好きな人多いと思うんですけど、特に僕の動画見てる人はそれから入ったって人もねまだまだいると思うんですけど、そういう人たちはもう多分無理だと思うよって俺の悲観的な意見をぜひ受け止めて、他のゲームをしてみてください。 BF 的なゲームが出ることを期待した方がいいと思います。正直 BF よりも BF 的なゲームを、まあ、どっかの開発会社が運よく出すみたいな、運よくうまくいって運よく出してみたいなことを期待した方がいいのかなっていうような感じな気がしてます。はい、ということでまたね、バイバイ。